発見ツイッター探偵団,探偵団今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。え、三月二十五日月曜日新しい週間の始まりですね。え、二十二時となりました。え、探偵団の皆さんこんばんもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はいよろしくお願いします。 はい、えー、本日のお相手え副団長中野区議会議員吉田光一さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいますはい、そしてえー、MC は探偵団団長長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、っとまあ今日も盛りだくさんでございますのでえー、サクサク進めさせていただきたいと思います。<laughs> それではライブ冒頭の国知文を読ませていただきますお付き合いください文化人2でも文化人メインチャンネルでやっているニコニコライブを行っています文化人メインチャンネルと文化人2の両方を見れて月額490円引き続き YouTube メンバー限定も続けていきますのでこちらもお楽しみくださいレベル2は月額390円でございます そして私副団長のコラムが連載されております文化人ダイヤモンドクラブが3月からスタートしております私のコラムは明日から始まりますはい、えー、と毎週火曜日と金曜日に、ね、あの短いコラムを出させていただく予定がございますこういったあのダイヤモンドクラブの URL は概要欄にございますのでぜひチェックしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします はいえー、それではい、えー本,えーえー、本日は、えー、月曜日、えー、ということで、えー、ございますので1700人ルール適用です。えー、22時、えー、25分の時点で視聴者が1700人超えていれば15分延長して22時45分までお届けさせていただきます。 一般公開ライブでは内閣府再エネ資料に中国の影、いや、これね、大問題になっていますね。えーまあ、私はきの昨日の朝あの、とある方からあの連絡をもらって、いや、ちょっと大変なことになってますよってことで、えー、まあ番組でもあの取り上げさせていただきます。で関連して、大林三ヶ氏とは何者なのか、ねえー、有名人です。はいもう 超有名人です、はいえー。そして岸田首相、えー、日朝会談以降伝達、これね、ちょっと、まあ後で解説、まあ、また皆さんと、えーまあ、あの番組で、えー、語り合いたいというか、まあ、チャット欄にも皆さんのご感想を聞かせていただきたいんですけれども、ちょういとこうあの情報が錯綜している部分があります。 えー、そしてメンバー限定ライブでは、あ注目度を高まる衆院補選の行方、えー、そして、えー、二階氏があ次期衆院選に不出馬,、えー、不出馬証明をされたと、えー、いうことで、お届けさせていただきます。<laughs> はいえー、それれではは一りたいいと思います、えー、これは副団長が あのリツイートしてますので、ちょっと一応について、解説とちょっとコメント、これは、えー、門田隆将さんの、えー、ツイートから先に言いましょうかね、えー、内閣府再生エネ,、はい、エネルギー等の、えー、総点検タスクフォースに、えー、中国の、えー、国家電網の、えー、影響が疑われる自然エネルギー財団、大林美香氏が関わり。 同志は、国家電網のロゴの透かし付き資料を提出したことで波紋同志はすでにフィリピンの送電を支配し、制裁与奪の権を握る。日本にも虎視眈々、与野党行政、どこを向いてもスパイだらけという、えーまあ、ツイートで、この画像はです、ね、この透かしを見せたものですね。でこののさんのツイートは 国民民主党の玉木雄一代,代表のツイートを引用リツイートしたものでありまして玉木さんの元ツイはですね中国国営企業国家連盟公司、コンスです、ね、の影響が疑われている自然エネルギー財団の大林美ヶ氏がなんと電力システム改革の検証にも関わっているとは驚いた我が国の電力の安定供給の在り方を決める重要な審議会に 外国勢力の関与があってはならない、内閣府のみならず、経産省など、多少、他府省でも徹底的に調べるべきと、でこの玉木代表のツイートもです、ね、牧村直樹さんという方のツイートの引ンリツイートであります。この牧村さんのツイートはです、ね、なんと、経産省の審議会資料にも中国の国家電貌コンスの透かしがありました。2月27月日に開かれた審議会です 電力システム改革の検証に係るヒアリングに対して、自然エネルギー財団の大林美香氏が提出した資料の裏表、裏表下に透かしがありましたといって、この自然エネルギー財団の資料、透かしが出ちゃった、見えちゃったものをですね、これはスクショかな画像を載っけていて、この自然エネルギー財団の えー、総合支援エネルギー調査会電力・ガス事業分科会第70回電力・ガス基本政策省委員会というです、ねえーまあ、政府の、えー、きちんとしたはずの会合の中の資料であることを、まあ、添付していてです、ね、この、えー、ツイートは163万5000インプレッションという、まあ、本当にお多くの方にです、ねまあ、衝撃をだいて、まあ、参照されているツイートで あのまあいい意味でチャンスと捉えてもう大林美香が、まあ、あとあのこのタスクフォース自体のメンバーについてはあああの去年ぐらい丸1年ちょっとぐらいこれをずっとやっててですね、えー、結構 あの自民党の、えー、電磁連関係、まあ、つまりあの原発推進をしていこうという議員の周辺ではあの、ちょっと問題になっていたというのはあります。ただ、今回、この透かしがあの入ったということは、まあ、向こうがあの尻尾を出したということでありますんで、ここはちょっと、えー、チャンスを逃してはいけないなというふうにあの。 思いました。まあ、私にあの昨日の朝、一報をあの入れた入れてくれた方もですね。いや長尾さん、これ機にちょっとこうしたら叩き潰しましょうよ。っていうようなあの勢いでえまあ連絡をくれたわけなんです。一部日本えっ、ー、と地上波でもちょこっとやったようなんですけれども。えー、まあ相変わらず。あの。 メディアはほとんどこの問題をあの取り上げませんよね。えー、でこれ少かしもさっき、えっと、経産省でしたっけさっき読んでいただいたのは。はははいはい、はい。この資料でね。えー、で実はね、あのー、金融庁にも同じ資料が出ていてで、まあ、ちょっとひっくり返す時間がなかったんであれなんですけどちょうど私が政務官を 金融庁でやっていたときにです、ね、こういうあのスーパーグリッドとかあるいは、まあ、再エネ風力発電等々についてはです、ねまあ、これに事業を取り組むのは、まあ、SDGs の一環として、えー、金融機関にも、まあ、できるだけあの融資の優遇とまでは言わないけれども、えーまあ、ポイントの一つに評価に入れるのも あり、なんじゃないかっていう。そういう議論がえっ、ー、と2019年ぐらいに、私はあのあったと記憶して、えー、います。で、この資料がこれパワーポイントだったんですね。多分ね。えー、で、きっとあのこっから先は想像の領域をあの出ないんですけれど。この小林氏がですね。中国のま国家伝統講師の資料のデータを。 中国語を、まあ、日,本に日本語に翻訳した形での資料を作ったところパワ、えーポイントの中に、えー、国家電話講師のです、ね、ロゴマークが入ってあれホワイトになっているのであの反転のバックをつけないと。 分からなないようになってるんですねそれをね多分流用しちゃってそれをそのまま内閣府やあるいは経済産業省やあるいは金融庁、まあ、もしかするともっとたくさんあの配布されたのかもしれないんですけどもこういうことだったようですねただまあ,あの内閣府もあと金融庁ももちろん 経済産業省も彼女が提出した資料についてのアクセスが今できなくなっていましたででこの大林っていうのが、まあ、どんな人間なのかっていうところの前に、まあ、まだもう一個あったかあちょっと先に3番いきましょうかこれ,これ3番1234<の>全部あの連続してます紹介してからの方がいいんじゃないですかねいやまあちょっと 一個一個が長く,な長くなっちゃうんで、とりあえず大林美香氏ってどういう人間なのかっていうところ、副団長がちょっとリツイートしてるんで、ちょっとこれ、解説していただけますか。えっと、まあ、これはですね、三番ですね、えー、西澤さんっていう方の、えー、ツイートでですね、えー、大林美香氏、下、え、キ、ー、の大林氏の背後の額はなぜか主要期、えー、中国の元首相です。 本人の職歴、学歴不明であるのに、自然エネルギー財団の事業局長から河野太郎大臣管轄の再エネのタスクフォースの構成員へ徹底的に調べるべきセキュリティクリアランス、スパイ防止をはよというツイートで、これはですね島田陽一教授のツイートの引用リツイートですね、ご本人の写真を出してですね。 内閣府が審議会メンバーとしていた、中国共産党の息がかかった反原発活動家、大林美香氏、他の人事も厳しく洗うべきと、まあ、こういう、えーまあ、記事の引用ですね。はいはい、あの副団長はあれ、成田闘争の参立家とか、そういう言葉ってピンときます <laughs> 私はまあ来る世代ですね。 来る世ずいぶん僕はぎりぎりかなあのやっぱり三立が闘争、えーまあ、沖縄にも一坪地主っていうのがいますけれども、まあ、あそこにあの建物を建てなくさせようということで一坪事務所っていう地主っていうやり方があのよく使われていたわけですがまあこの大林氏は えこういった全教徒世代の完全に活動家なんですよね、で今、紹介があったように、シュウ・元首相の写真をこうやって後ろにね、あのまあ、さっき出ておりましたけれども、飾るような人間だと、そしてなんかその素性がよくわからない、ちょっと4番に移りましょうか、あんかけナポリさんのツイッターですね。 でどうやら重機ネットで検索しても情報がないとのこと、この大林美香とは何者なのか、そもそも日本人なのか、誰が審議メンバーに選出したのか、徹底的に調査すべきだと、まあ、セキュリティー・クエラーの層は今、まだこれからあ通常国会で審議をされる予定のものでありますので。 まあこういう人間がやっぱり国家機密に関わる、まあ、グレードのレベルがどのぐらいのレベルの内容が議論されたのかっていうのは、ちょっと後でやりたいと思ってるんですけど、やっぱりこう、セキュリティークリアラ,ランスを、まっ、あ、たこれは成立させて、すぐ次の、また次の通,通常国会でね、えーまあ、ちょっと指摘されている、だって河野大臣そのものはね、やっぱりちょっと危ういし。 まあ誰が審議メンバーに選出したのかって言ったら、これ絶対河野太郎担当大臣じゃないですか、僕はそう思うんですけども、この辺のところ、いかがでしょうかね、副団長。まあその河野さんが、えー、臨戦したかどうかは私は知らないんですが、まあ、この方はあのやっぱりその、えー、左翼原反原発活動家として、まあ、長く有名な方で、まあ、そういう観点で、 まあそのえ左系の、特にあの限界左翼系の政治家とのツーショットとかですね、そういうえまあことがいっぱいまあその掘られてくると出てくる方ですね。なんか大分県出身だっていうことだったみたいですね、小倉で育った、まあ、そこから先があんまりよくわからないと、それでこの自然エネルギー財団、大林美香との対談記事。 というのが、まあ、いろんなところに、まあ、数時間ぐらいまで出回っていたようなんですが、あ5番ですね、えー、姉さんという方のツイッターですけれども、えー、立憲民主党の、えー、西村智奈美衆議院議員とですね、大林美香氏が対談をしていたみたいなんですね。えー、で、この対談の中に、つまり、えー、どう書いてあるかというと、 自然エネルギー財団の大林美香氏と西村幹事長が脱炭素に向けた戦略と日本をテーマに対談をしたでこれまで30年間にわたって自然エネルギーの普及脱原子力脱化石燃料気候変動の問題に取り組んできたということで、はあなるほどこの記事を見ようかなと思いましたら すでにもうこの記事が削除されていたということになります。えーまあ、なんか、接続点を消したかったんでしょうね、まあ、これについては副団長もリツイートしているので、コメントお願いできますかこれ、立憲民主党がね、カットこの問題が起きた途端にそに、情報を隠してしまうというのは、うん、いきなり公党の行動としてあの適切じゃないんですね。 ちゃんと、この人はこのように問題がない人ですというふうに釈明をするか、この人と過去にその仲良しだったことは、当時は問題なかったけど、今は問題があると思ったので削除しますというのか、何も言わずに黙って削除するというのは、ああ 消、まあ、バフ増えるの法則じゃないですけど、まあ、ちゃんと説明したいというのは、うん、もういかなる場合でもです、ね、不らいがとまるのではないかという疑念を呼ぶわけですね。で、あのまあえー、この立憲の行動については、私、リツイートしましたけれども、まあ、例えば、はいあ、先ほどね、限界左翼系の政治家とのツーショットとか申し上げたのは、まあ、例えば、福島みずほさんとがっちりと抱き合っている姿もですね、あの,の写,、はい、写真に出ていますし、 であの非常にこう、えーまあ急急、急、なんていうかな、急進、えー、反原発、えー、活動家の方々といろいろな活動をしていたことがきっかけで、まあ、この分野にです、ねあのえー、入ってきたということが、まあえー、過去のプロセス的には、この方の経歴を、えー、調べていると、えー、分かるということが、い、え、ろ、ーまあ、んな方が指摘をされています。 はいいありがとうございますまあねで、このタスクフォースのメンバーっていうのがあ4人いてで、そのうちもう1人、あの高橋宏さん、えー、っていう方も、あと川本明さんっていう方も結構有名ですね、でここに名前出てこないけども、飯田哲也さんとか、まあ、こういった名前に、こう ピーンと来る人は、まあ、相手の顔が <laughs> 分かっているというようなことになると思うんですが、まあ、これをね、逃しちゃいけないなと、本当にあの私はあの思っています。それで、それで、大林美香のまあ背景をまあちょっと見た中でね、やはり、 この電網行使というものが何を狙っているのかという話、これが2番ですね。で、日本の電力の生活を中国が握ろうとするアジアスーパーグリッド ASG なる国際送電網構想、そこへひた走る勢力が日本には存在する。日本の山野の緑を潰す太陽光発電を推進し、国民からなお、 再エネ付課金を徴収する勢力だ、この国家電網ロゴに対して河野太郎は、チェック体制の不備と一言言、いえ、そんな生々しいレベルの問題ではありませんと、副団長、これは非常にまあ大事な指摘でありますけれども、そもそもこの,この構想自身がどういうことかって、説明っていうか、解説をしていただいた方がよろしいんじゃないですかね。 アジアスーパーグリッド構想について、あの、知らない方も多いと思うんで。どうぞ。あ、私がやいますか。うん、ま、あの、えー、まあ、この構想はですね、ま、簡単に言えば、日本は島国ですから、あの、えー、電力については、別によその国に全く一切少しも依存をしてきませんでしたし、これからも依存する必要が全くないんですけども、それをなぜか、 依存させたいという、えー、願望があるのではないかというふうに思ってしまうような、えー、構想が、まあ、いろいろあるんですね。例えば、でもこれはそれを進めている人たちの一部はですね単に頭が悪いから進めているんですね。あのこれは例えば国際ハイウェイ構想とかですねあのまあ日韓なんとかトンネルとかですね <laughs> いうものも同じなんですけど。あのまあ 世界中つなげればいいことだみたいなですね、まあ、本当にあの、えー、頭にあのフラワーしかないような人たちがいろんなことをやるわけです。で、この,、えー、この電力網についても、まあ、例えば、えー、中国、それから北朝鮮、韓国、日本がカラフトを通じてロシアなどの送電網を全部つなげてしまえと。でそうすると、あ,のある国で電力が不足しても、よ、え、そ、ー、の国から融通できるじゃないか。 っていうですね、おめでたい構想で、でそういう送電網をやくていると、<laughs> あのその送電網を作るということで、まあ、建設事業者は大いにですね、特殊に湧くわけですね。で、まあ、ちょっと昔だったら、それは全部日本が受注しますみたいなことになったんでしょうけど、今は。 太陽光パネルを見れば分かるとおり、全部中国の企業が総取りになるという、まあえーまあ、日本政府も何もしないので、まあ、そういう国際協力、えー、国際競争力の状況になっているわけですね。中国は労働ダンピング、環境ダンピング、政府の補助金、何でもございなので、それと、あの真面目に、えー、コストをかける、えー、日本の企業が太刀打ちできないという状況を全くそのままにして、 えまあえ国際入札しましょうっていうとえ全部中国が総取りっていうことになるんですがまあそういうことに目をつぶってですねまあ電力網をつないで,でそうするとある人たちはえ日本の原発とか止めてもですね え風力発電や太陽光発電、えそういうのがあ,あるからえ、地球環境にいい、そしてもしそれで、例えば天気がえ雪やえ雨になって、電力が滞った時でも、それは中国などから電力を送電して融通してもらえばいいんだ、だから日本は原発もしないで太陽光パネルを敷き詰める、そういうエコな国になりましょうっていう、ですねもう頭がかっ飛んでいる人たちによって、ですね国民の税金を使って、そういう送電網を作りましょうというのがえこの構想です。 そうですね、まあ、再エネ付加金というのは、つまり国も金は出さない、え事業所も金は出さない、<laughs> 利用者が <laughs> 負担をするというものでえありますね、えでこのグリッドコ構想は今、節電にあった通りなんですけど、ちょっとね、あの話、ちょっと僕の方でさせていただきたいことが1個あって。 えー、スタさっさと一番の資料を出していただきますか。えー、で、これはまあ、あのどこにでもあるあの資料であの、ここで、あ今、資料出ますかはい。で、ここ、んこれじゃないな。あこれね。えー でこれ黄色のところにまあスかしがあったっていう、でね、要はこ何の会議がひか開かれていたのかっていうことをちょっと説明だけ簡単にあのします。えー、ここにです、ねえー、と2枚目の資料を出してください、えー。フィット、これは皆さんよく分かると思います。えー、つまり価格が一定で収入はいつ発電しても同じ。 でここの,あのピンク色の部分をですね市場価格の青い線のその差、これも補填して、ちゃんと事業者から補助をした、いわゆる固定で買いますよと、ところがこれは当初40円ぐらいだったんですけども、今、1 7年とかそのぐらいに2分の1以下になっちゃってると、それじゃまずいっつんで、3枚目出してください。 今度はフィットではなく、FIP、えー、っていう制度が、実は、えー、おととしの4月から始まってます、えー、でこれはですね、えー、下が市場価格であって、えー、その市場価格にプレミアムという、まあ、インセンティブをつけてですね、あの対応するということなんです。 でフィットだとさっきのフィットだと、えー、固定価格よりも市場価格が上がっちゃった場合、これ全部固定価格の金額を市場価格が下回ってるっていう、こういうパターンしか想定してない表なんですけれども、まあ、高まった場合は、えー、もらい損ねるというようなことが出てる、で3枚目になる、こうするとね、えー、市場価格が上がろうが下がろうが、 必ず事業所は儲かるという仕組みに全部移行しましょうっていう議論をこのタスクフォースでやってたでその資料に透かしが入っちゃったっていうことなんですねで4ページ目ちょっと見ていただきたいんですけれども4番の資料これはさっき私がちょっと言ったようにフィットは40円、まあ、これもっと以前からあるんですけども2015年 の時は33円、それ以前は40円、えー、だったんですけれども、まあ、だん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 安くなってきちゃったとすると、固定価格そのものが安くなってくるんだったら、まあ、10年、20年の期間しかありませんので、なら制度に移行しましょうというような、そういう,こうフェーズの違いの中の、ねえー、議論を完全にあ、もう資料結構です。あの大林 この委員をはじめとした人間がですねえまあ次の新たななんていうか市場価格に合わせるというような理屈でもってねどんな状態があっても利益が出るここに事業者を集めてそこに太陽光パネルこれもまた中国に。 依存をする中国からどん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 輸入しちゃいましょうとこういう議論を実はこの規制改革会議の中でやっていたということですこれも、ね、完全にでですすよねですから、スかしが入っていたっていうことは1つのきっかけでこのタスクフォースで何が深刻な議論展開になってしまうようなことがされていたのかっていうことだけは、ねまあ、今後も。 えこの番組でまあ文化人放送局全体でもねえ取り上げていくことにも多分なるんじゃないかなと思います。副団長えちょっと補足とか何かご意見ありますか。はい。はいうん、あの今まああのまあ六でもない政府があの考えて進みようとしている内容は今え団長がご説明された通りでありましてでえここにそのまあえまあ大林さんなどが入っていることについての。 <laughs> まあ最後の、ね、取り上げた2番での角、えー、田隆将さんの指摘、えーまあ、河野太郎大臣はです、ねえー、チェック体制の不備でお騒がせしたことについて、今後は対策を強化し同じようなことが起きないように徹底していきます、これは読み方を変えればです、ね、中国の操り人形であることが絶対にばれないように徹底的に頑張りますと、こういうふうに読めてしまう、残念ながら。とというこななんです、ね、そうですねでそしてなので あのえー、チェック体制の不備と一言、いえ、そんな生優しいレベルの問題ではありませんと、これはもう太陽光発電の補助金制度もそうなんですけれども、門田さんがこのアジアスーパーグリッド構想は、日本の電力の精査与奪を中国が握ろうとする、ここのとこが一番まあ大事なわけで、せっかくそういうリスキーな国からです、ね、日本人を誰でもかんでもスパイ容疑で捕まえちゃうような国と、 日本の電力網は大変幸せなことに島国で全く途絶していたわけですよ。なのにそれをわざわざつなげて、でそしてその、えー、国からの電力に日本が依存して、そして、えーまあまあ、その国がですね、日本が気に食わないことをしたらロシアがあのガスをあの西ヨーロッパに突然止めるみたいなことを中国ができるようにしましょうというですね、もうね、 頭もおかしいんじゃねえかということを今、日本政府が一生懸命議論している、えー、これの担当をです、ねえー、やっている河野大臣がです、ねえー、チェック体制の不備でお騒がせしたと言っている、すごい国ですね、皆さん気をつけましょうということですね、まあ、二度と発生しないようにするっていうふうに謝罪をされたらしいですけど、いや、起きますよ、また。だだっててそういうい人間が出入りしてるんだから、えー まあ大林氏を少なくともえ更迭するか、あるいはこのタスクフォース自体をもうやめてしまうか <laughs>、しないとですね、ここがルートになって、これ、国家機密ですから、正直言って、一応、資料はね、公開されているとはいうものね、25分の時点で1900人超えて、また今、2027人の方にご視聴いただいておりますので、15分、ええー。 延長して二十二時四十五分まで一般公開ライブ、えー、延長させていただきますどうもありがとうございますありがとうございますはい鋼鉄だけじゃダメですねタクスフォースそのものを廃止、えー、するとかいうようなことでまあ僕らがやっぱりここで、えー、手を緩めてはあのいけないと思います、えー、いい材料を大林さんがですね あの撒いてくれたわけですのでねこれを利用していこうではありませんか。